おはようございます。4月27日でございます。朝5時の相場解説なんですけども、まあ一言ね、まあダメだこりゃっていうね何が言いたいかっていうと、月曜日火曜日調整しながら相場見てきたんですけども、水曜日に来て全ての私の仮説は壊れまして、今回ね、今週ね、月火水まで至ってエントリーポイントを見つけられなかったんですよ。ロスカットを食らいながらもちょっともう理解不能と言いますかね、私のテクニカルでカバーできる範囲を超えてますんで、まあ、今週はこれで終わりですね、もうどうやらね。あとは冷静に、まあ週末まで水木金土と見ながら、チャンスはあっても食いつかずに、まあ、冷静にね、自分の相場感を揺り戻したいと思いますね。まあどういうことなのかっていうと、仮説の全てがちょっとスカってるわけなんですよ。こちらをどうぞ。まずね、昨日の14時35分なんですけども、あ、これは横ばいレンジに入ったなと思ったんですよ。そこそこそのレンジ幅がありますんで、あの、なんですかね、こういうふうにね、だから往復ビンタが可能なレンジではないかなと思ったんですよ。つまり往復ビンタってのは、この辺りに来たらバイ、この辺りに来たらセルで両方取っていけるね。うん、天井に来ても下に曲がって取っていけるし、下に来ても上に行って取っていけるしって感じで、あとはブレイクアウトを警戒しながら、しかもバイの方のブレイクアウトね、セルにはブレイクアウトが起きないだろうなと思いながら高をくくって、昨日の午後こういう風に考えました。でもその後ね、例えばさっきなんですけども、1時間軸こういう風になってるんですよ。つまりはここからチャンネルラインがこういう風に下がっていって、私が一番考えていなかった下に抜けてるんですよね。しかもこの下抜けが上に戻ってくる、まあ可能性もふんだんにあるわけですよ、全ての時間軸見てると。ということで、ちょっとこれどうなってんだと思いましてね、エントリーポイント、それからフォーメーションをもう一旦ねリセットして、まっさらな気持ちで相場を見ていこうかなと思っております。はい、だからあんまりいい話ができません今日は。で、改めて一日足に戻っていきますと、こういう風な流れが見て取れるでしょ。で、ここでどうなるかっていうのが急に分かんなくなったんですよ。横ばいからブレイクで上昇していくっていうのが、まあ一つの見方だったんですけども、今のところ下の方に動いちゃってますからね。まあただ、この大きなバイの流れっていうのは変わんないんで、中期的に見ると、倍の方でいいんでしょうけども、まあ私の主戦場がね、1時間ですからね。毎日1時間軸で利益を上げていくためのテクニックをやってるのに、ちょっとそれが今回通用しないんで、お休みに入ろうかなってことですよね。とりあえず今日水曜日は特に大したことが言えません。あの、月火で組み上げてきた仮説ってのが全て壊れましたということでございます。まあ私がテクニカルね、その、ゾーンとか、坂田五法とか、フォーメーション分析と、あとエリオットハードのこの4つで勝負してますから、この4つの守備範囲外のものが来た時には、私のデータの中にこの形はないんですよね。ですんで、安心して休むことができるって、逆に言うとね。そういうことでございます。闇雲に勝負する必要はないってことになります。まあ、ということでね、こういうふうに、あ、自分には無理な相場が来たなっていうふうな判断が早めにできたなというふうに捉えることもできるんですよ。で、テクニカルをああいうふうにしてると、この中でも無理やりね、テクニカルの浅すぎるのをくっつけて、無理にエントリーポイントが見つかっちゃうんで、ポジポジ病ってことになるんですよ。ね。ポジポジ病の原因は、自分のデータの中に、今現実に起きているチャートの動きが全然ないのに、無理やりテクニカルを即席で当てはめちゃうってことなんですよ。この即席当てはめは危険ですからね。あくまでも自分の暗記していたこととか、記憶していたものとか、練習してきたパターン、引いてきた補助線、その中に合致してるものがあったら行くんですよ。それでも4対6なんですから。ね。まあ実際は7対3ぐらいかもしれませんけども、4対6なわけですから。だから今回は、4対6でもなくって、全くわからないのが来たということで、積極的にお休みということになります。はい。ということで、4月27日はもうね、私はチャートを見ません。明日は朝見ますけども、まあ今週はね、本当に、一日一回朝ちょろっと見るだけで傍観者を決め込もうかなと思います。そのぐらい自分の頭をチャートからリリースしてね、離してね、そう、リセットに時間を使って、で、まあ山道のね、綺麗な新緑でも見た方がいいかなと思います。青い川の流れや、うん、それから透き
き通った空ですか、こういうのを見てちょっと頭をねクリアにしましょう。チャートパソコンの画面ばっかり見ていてはやっぱダメですからね。はい、じゃあ以上です。今日はそんなところでございます。おはようございます。速稼塾の久保です。今日は4月25日朝5時の相場解説になります。大筋ではねずっと右肩上がりで135円とかを向かうと思いますよ。で135円に向かうかどうかってことなんですけども、これはですね今後今レンジに入ってますけども、このレンジを突破してブレイクアウトしてさらに倍に向かうのか、それともこのレンジの間に別のフォーメーション、つまりはダブルトップを描いて高値圏から下落に転じるのかってことにかかってきます。ただこの円安はねまだまだしばらく止まんないと思いますね。まあ日本政府の方針とね、日銀の方針と、それから世界の経済、インフレに向かう、さらにインフレに向かう日本、世界経済とか完全にね相反してるからなんですよ。ただここで思いを止めていただきたいのは、円安だから悪い経済ってことではないってことなんですよ。これは誤解しないでもらいたいんですけども、じゃあ円高だったね、2002年とかあの辺だったんですかね、民主党政権時代、1円はドルに対して77円までいったんですよ。でも国内経済オンボロになりましたよ。その時大打撃食らいました。経済的に大失敗だったです。じゃあ日本円がそこまで高くなったのに、なんでね国内経済はめちゃくちゃだったのかってことを考えると、円安だから悪い、円高だからいいってことではないってことなんですよ。むしろ他の要素も絡み合って私たちの暮らしや経済や企業活動成り立ってますので、誤解しないでねこの為替っていうものを見ていただきたいかなと思います。ただシンプルに私たちは為替で利益を得る、それだけが目的なんで、いい円安だろうと悪い円高だろうと関係ないですよね。それじゃあ動画の方を見ていきましょう。こちらの方です。はい、まずはね週足なんですけども、一方的に高値上昇してるでしょ。これはもう疑いがないですね。右肩上がりの週足ということです。次は日足です。日足では若干変化が見られていまして、グニョグニョってなってますよね。ここもグニョグニョですけどもね、こういう時がたまに来るんで、そこから新しい展開に入ってさらに上昇する新しい展開なのか、新しい展開として下落に向かうのかってことを見極めなければなりません。そのためのレンジの習慣に入ってます。じゃあ4時間です。4時間、横ばいに入ってきますよね。じゃあこの後ね、この後ですよ、ダブルトップをつけて下落に行くのかもしれないって考えるのと、このまんまこれが緩やかにここの力点を突破して結局継続倍に向かうのかなっていうところなんですよ。そうするとブレイクアウトしないまでももしかしたら130円とかはクリアするんじゃないかなっていうふうに見ていくことができます。で勢いが強く上昇することも考えられますので、それをちょっとね考えていきましょう。というのがここでねチャンネルラインを引くことができるんですよ。一つこういうふうにね、でそうするとブレイクアウトして上に抜けた後、この力点も一気に突破して130から135円に向かう勢いのいい流れができるところも考えられます。二つ目のパターンはブレイクアウトはしないんだけども、レンジを描きながらね、緩やかにこの力点に合致しつつ緩やかに上の方に抜けていくようだったら、これはゆっくりと130円、131円、132円みたいな形になるからってところですね。はい、いかがだったでしょうか。パターンとしては3つほど考えられますよね。1つはダブルトップを描いて下落する、高値圏からのダブルトップなんで下落です。2つ目はこのチャンネルラインに沿って緩やかに上昇していく形。3つ目はチャンネルラインをまずブレイクして、その勢いでもって過去の力点を突き抜けて135円まで前直で向かうかですよね。この3つ目のパターンです。私的には2つ目のパターンが多いんじゃないかなと、確率的には多いんじゃないかなと思いますね。それを見極める1週間にしていきましょう。では今回は以上です。おはようございます。今日は4月26日になりました。朝5時になります。ちょっと昨日振り返ってみたいと思います。昨日はね3つの仮説をお話したんですけども、ここに来てちょっと修正があります。見ていけば刻々と情報は変化しますよね。昨日の18時の頃なんですけども、私が感じた予感としてですね、これ通常のレンジになるんじゃないかなというふうな形です。こういうふうなレンジね。ですんでこれからこのチャンネルラインがですね下に向かっていって、多分ねピタッとこの辺りで止まって、またこちらと
こちらの間のレンジを形成するんじゃないかなと思うんですよ。で、その差は90ピップスぐらいありますんで、レンジ内でのバイアンドセルが可能だということになりますね。ということを踏まえてですね、先ほどの時間を見てみます。ちょうど今、この瞬間ですね、先ほどというよりも。そうするとですね、うん、やっぱり思った通りと言いますか、こういう風にね、なるわけですよね。こちらと、こちら。で、反転して上の方に、こっから下がってたら上の方に行ってるでしょ？つまり、私のレンジ戦略として、ここに来たらバイ、ここに来たらセルが通用するんではないかなというふうにここで踏んだんですよ。たった今ですよ。まあですんで、本日はこのレンジ戦略をもとに、これからね、セル&バイをやっていこうかと思いますんで、まあ先ほど私の場合は、バイの方に入ったんで、含み益が今出てる状態です。現在、127円の994ですけども、これが128円の460とか、550とか、610あたりまで浮上してくるんではないかなというふうに考えてます。それが今日の値動きですね。それが確かなら、このレンジ戦略と、プラスアルファいつものように、アウトブレイクでバイ。これは、まあ、待機になりますけどもね。この二つで行ってみようかと思います。じゃあ本日は以上ですね。はい。ではお疲れ様でした。はい。おはようございます。4月28日、6時37分の相場解説です。今日も1時間だけでお届けしようかと思いますけども、もうランダムウォークがね、始まりましたね。ランダムウォークってのはどういうことかっていうと、こういうふうに昨日までは、線を引いたんですよ。まずは、こういうふうに上がっていくチャンネルラインがあるよね、と。それが、ここと合致したら、ダブルトップなり、ダブルトップを突き破って、バイを加速させるなりするから、それを見ていきましょうねと思ったら、このダブルトップにもならないうちに、なんかね、右肩下がりになっちゃったわけですよ。と思ってこの2本のチャンネルラインを引いたんですけども、そうなったらね、今朝起きたらこうなってるわけでしょ。あ、こういうふうに。なんだこりゃですよ。ランダムウォークってのはこういうことで、こう下がって、こう上がって、こう下がって、こう上がってってことで、フォーメーションが全然取れない場合のことを言うんですよね。でもこういったランダムウォークもある一定期間を過ぎるとフォーメーションが見えるようになってきます。つまりはフォーメーションを形作るんですよ。だからそこを見ていきましょうってことになりますので、昨日申し上げたんですけども、今週は様子を見ましょうねと。本当エントリーしないよと。朝ちょっと見るだけだよってことを、ちょっとね、半分諦めなんですよ。だって、フォーメーション分析をはじめとしてテクニカルをやってるのに、テクニカルが反映されてないわけですから。少なくとも私の守備範囲であるテクニカル理論の4つの理論には全く当てはまってないんですよ。だからこういう時は勝負になりませんって形でございます。自分が取り組めない相場も出てきますからね、たまに。その時に大事なのは自分が取り組めない相場ってことが分かるってことなんですよ。だからこれが分からないとね、自分の力量がないとこういう時でもエントリーしちゃうんですよ。変な理屈つけて即席のテクニカル理論をね、オリジナルで作っちゃってね。そうならないことも大事なんで、今回のようにランダムウォークが始まった時は手を出さない。そんなね、一週間、そして4月にしようかと思います。ですんで明日も相場解説はしますけども、実際は5月に入らないと、ちゃんと話せないと思います。ただ、今月も十分利益上がったと思いますので、焦らずに行きましょう、もう。ね。今月も結構稼がしてもらったでしょ。どうですかね。稼がしてもらってない。いや、稼いでくださいよ、今月も。今月も稼ぎやすかったはずですよ。うん。私の相場解説で稼げないってことは、ちょっと基礎用語とテクニカル理論が入ってないと思いますんで、そちらの方は別でね、ご相談ください。それでは以上です。こんにちは。速稼塾の久保です。今日は4月29日、朝4時35分に相場解説をお送りしております。昨日、今日とですね、まあ、ほとんど見ずに放置というふうには申し上げたんですけども、やっぱり気になって私見ちゃいました。個人的にはね。でも、皆さんにお届けする情報としては、まあ、今日も見なくていいよっていうふうにはお伝えしようと思います。でも、見なくてもいいよって言った裏で私が何を考えているのかをね、昨日、今日と、このチャートを見ながらお話していきますね。まずは昨日、見なくていいよと言ったその午後です。28日、13時。このような形になってました。4時間の足なんですけども、まあ、ランダムウォークって言ってね、こうズバーッと伸びたのが下がっていって、こちらを一つの基準としてね、突き抜けていくのか跳ね返るのかなって見てたら、途中で下の方に行っちゃったんで、なんだこれやと思ったんですよ。
なんかね、ダブルトップにもならないし、それから、バイの方に突き抜けてもないし、なんじゃこりゃと思ったんで、もういいやって感じで頭を整理するために、木曜金曜はもう見ませんと、来月からにしましょうよ、来月からに、みたいなね、お話になりましたけども、気になって13時見ると、まあこうやってね、この力点突破してるわけですよ。あ、これはいけんと思ってね、すぐにエントリーをするのが、まあ私なんですけどもね、エントリーをしたわけですよ。129円台の時に。さあ、時間を進めていきますよ。慌ててエントリーして私は出かけていったんですけども、それから28日の14時なんですけども、N をね、これ仮説したってのはどういうことかっていうと、NG になるんではないかなと思って、デイリーの方を見てるんですよ。あ、すいません、今これデイリーに切り替えましたからね、先ほどの4時間です。こういう風に来て、NG を書いて上がったと。もう一回ここで N 字を書くんではなかろうかというふうにエントリーしながら思ったわけなんですよね。まあですんで、ロスカットラインを設けて、あとは放置して、昨日はちょっと出かけておりました。はい。で、出かけて、14時ぐらいから出かけて帰ってきて、夕食をとってなんだかんだしてたわけなんですけども、次の時間軸はこちらですね。あれ、ちょっとすいません。こうですかね。はい。17時です。夕食を取る前なんですけども、お、完全にこれ NG ブレイクしたなと思って、130円の、まあ、131円にね、迫る勢いだったんですけども、私はここで、もう17時だし、まあ、今日はおまけのようにね、エントリーして勝ったんで、もういいかなと思ったんで、ここで、決済しました。まあ、5万円ぐらいの利益になったと思うんですよ。気が抜けていても5万円というね、ラッキーだなと思いながらだったんですけども、この後、一時131円まで伸びたみたいですね。それが、まあ、昨日の、値動きでございます。それでは今朝、先ほど起きましてね、チャートを確認しました。これが、4月29日の4時半の日足です。日足は完全に、横ばい同然のところからですね、ブレイクアウトをして、N 字を書いてもう一発、そしてもう一回今 N 字を書いてるところなんで、今後もますますバイの方に向かうと、まさに135円というふうに以前申し上げました。遅くても今年中には135円に達するだろうと。うんで、135円はとりあえず、行くという前提で私はね、今年は今後見ていきますからね。で、134円、135円、このあたりで、以前の、ね、過去の値動きをお見せしましたけども、そこまで行ってる実績があるんで、倍で上がるとしたら134円5円まで行くと思うんですよ。で、そこを突破したら、またね、凄まじいところまで150円とかに達してしまうんではなかろうかと思いますけども、まあ、介入でも入らない限りは、135円、そして135円を突破して150円まで行くでしょうね。介入でも入らない限り。この前、口先介入を黒田総裁しましたけども、あんなもんではね、全然このテクニカルの、ファンダメンタルじゃない、なんだ。テクニカルの方向っていうね、ことは動きません。結局はテクニカルの方向に行くんですよね。じゃあ次、4時間見ていきます。4時間で私が捉えかねたのは、上昇したのが、こういって、この力点をね、基準にしてたんですよ。私のテクニカルってのはいつもこうですから。ですんで、その途中で折れ曲がっちゃうのは私の頭のデータにはないわけなんですよね。ですんで、やめたって昨日言ったんですよ。でもその後、W を書くように、この力点をもう一回突破する動きがあったんですよね。だからエントリーしたってことになります。はい、で、もうすでに私は決済しましたんで、ポジションがありませんけども、現在130円が131円間近のところに行ってますよね。一時期は131円を超えたのを私見たんですけども、まあこの辺でうろうろしてるよねってことです。1時間見ていきますよ。はい。前提としては今日もエントリーはお勧めしません。よし、じゃあ倍で取っていこうっていうのは、まあ私はお勧めしないです。ランダムウォークはランダムウォークなんで、いまいちなんですよ。ただ先ほどの力点を超えたんで、あの瞬間は倍で取れたかなと。だから昨日のね、11時から12時、そこから、夕方の17時から18時までの、この7、8時間で倍の動きで大きな利益を取れたってことは、これ結果論で、まあ、見えたんですけどもね。ただ、皆さんにお勧めするのは今日も見ていきましょうってことになります。基本的には131円を突破して135円に向かうでしょうけども、それがね、直近で起きるのか、このゴールデンウィーク前後で起きるのか、それとも一旦下がって1年をかけてゆっくりとそっちの方に向かうのか、まだ材料が少なすぎてわかりませんので、私からはね、今、特に今日は動かないことをお勧めします。まあね、だいぶ4月も利益を積んだんで、ここで焦ってね、取りに行かなくてもいいじゃないかってことなんですよ。だから、頭すっきりして、来月、また、一からやっていきましょう。まあ、前提としては135円の方に行くだろうな、というのは変わりません。
やばいね。うん、これからの日本は、どんどん安くなるでしょうね。いろんなものがね。うん。だから、輸入はきついですよ。結構。ただ、いいものを作って海外に売っていく分には、日本企業は利益を取っていきますし、まあ日本は内需の国なんでね。仕入れたもので、国内で売買を繰り返していくことによって、国を内部から強化することができると思うんですよ。まあその辺は、FX の相場解説はちょっとかけ離れますんで、この辺にしておきます。またね、隠居 TV などでその辺のことはお話していきます。ということで、今日はちょっと休んだ方がいいと思います。私はやりますけどね、こっそりね。それじゃあ失礼します。